回は青い門大筒をご紹介します。ご覧のように大型の火縄銃というか小型の大砲のような形をしています。重量が20キロほどあるので、これを銃のように立った姿勢で構えて撃つことは不可能で、台座に据えて撃つか、絵のように腰を据えて抱えて斜め上方に向かって撃っていたのではないかと思います。構造は火縄銃と同じで、銃口から発砲用の火薬と弾を入れ、火蓋に引火用の火薬を詰めます。引き金を引き、火のついた火縄が落ちて引火し発砲させるメカニズムです。銃口の直径は約 3.数センチありますので、昔でいう一寸直径の弾を使用していたのではないでしょうか。銃床の下にある小さなボタンが引き金です。火縄を支える金具はバネ式の構造です。発砲に至る様子を見てみましょう。火蓋を切ります。引き金を引きます。火縄が火蓋に落ちて引火し、筒内の火薬に引火し爆発して弾を撃ち出します。中心には美術品のごとく象眼細工で竜の文様が細かく描かれています。青い門が示すように天下太平の江戸時代のものですから、実際には使用する機会はなかったかと思います。しかし物を作る技術は常に継続していないと廃れてしまいます。万が一の備えと技術の伝承向上のために作り続けていたのかもしれません。青い門大筒をご紹介しました。